全てのウマ娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に転籍を残すのは誰だ。現在一番人気はミホノブルボン。人気と実力を兼ね備えた1番、今日は3番人気です。対抗するのは秋の三冠ウマ娘スペシャルウィーク。十分に勝利を狙えますよ。2冠目をかけてダービーに挑みます。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は1番、その外並んで9番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、内から行く9番、1番、内から行く5番、追走。それを見るようにスペシャルウィーク18番、追走。2馬身3馬身開いて6番、1馬身差2番、外には10番、5馬身差7番、2馬身3馬身開いて3番、それを見るように8番、4番、続いている。さらに11番、少し離れて16番、後方2番手に12番、17番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身、順位を振り返っていきます。ミホノブルボン、まだリードをキープしています。続きました1番、それを見るようにスペシャルウィーク1馬身差9番、あとは5番、その外並んで6番、2番、並んできた。2馬身3馬身開いて14番、外目をついて18番、少し後ろから10番、1馬身離れて7番、残り 1000m を通過。それを見るように3番、内をついて4番、少し後ろから8番、1馬身離れて17番、そしてその内から行ったのは11番、1馬身離れて16番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。スペシャルウィーク、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。スペシャルウィーク、2番手につき様子を見守る。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。残り400、先頭は2人の一騎打ち。スペシャルウィーク、並んできた。クソミホノブルボン、しかしその差はわずか。抜け出したのはミホノブルボン、だが後続も追いつかれ。残り200、スペシャルウィーク、抜け出した。スペシャルウィーク、足色は衰えない熾烈なデッドヒート。スペシャルウィーク、今一着でゴールイン。夢をつかんだスペシャルウィーク、ついにダービーウマ娘の夢をつかみ取りました。2着ミホノブルボン、3着に入ったのは8番。やったー、1番です。